中野祐介と申します。会社がデンマークっていう名前の会社でデジタルを使っていった新しい人をワクワクさせれるような体験を作っていこうということで会社をしています。私の得意分野は映像を使って大容量のデータを通信させてインターネットの配信で見てもらったりとか、2年前からですね、新しく人が見るのではなくて AI が見ていく、AI に映像を見せるということに取り組みをし始めて、その一つとして鶏のヒナをオスメスを鑑別させて鑑別するという技術に取り組みをしました。人の目っていうのは RGB ですね、青と緑と赤の光で見てます。で、今我々が見てる人の視覚情報とほとんどのカメラも同じ RGB で認識して作られてるわけですね。で、僕はその中にちょっと限界があるなと感じててですね、やっぱり今ロボットや AI が人が見てるのと同じ映像で認識したのでは人とはあまり変わらないことしかできないな。もしこれがセンサーの技術でもっと違う波長を見ることができるんじゃないか。で、その中で最初にハイパースペクトルカメラっていう光の分光を捉えてきたりとか、あとはもう例えば紫外線だ、赤外線だとか、レーダーとか、そういった人が見えないものをどう波長で使うかっていうことに注目しました。大事なポイントは見えないものを、見えづらいものを見えるように変換させていくから AI にかけていくっていうことですね。オスメスの鶏がいます。ヒナがいます。で、こっちがメスでこっちがオスなんですけれど、この羽の伸びてる長さを、見て、その長さで判別をするっていうことをやってます。ただ、見た感じですね、白かったり黄色かったりして見分けがつきにくいので、ここの色を我々はハイパースペクトルカメラを使って光の成分を分析して、普通のカメラでも、この特徴がより見えるような形にしてます。今このひよこは普通の人の人間が見たらもう青っぽくしか見えないです。でも今この我々が使っているカメラにセットするとこんな風に真っ赤に見える。これは紫外線の冷気現象っていうので、まずロボットでひよこを捕まえるっていうところをやった時にですね、非常に反響が大きくて、インドの大使が話を聞きに来てくれて、でもしちゃんとした鑑別ができるようになればインドがこれからそういったものを入れていきたいっていうふうな話で、これは価値がある研究だなというふうに思いました。ロボットを使った部分については、これはちょっとデモンストレーションみたいなところです。で、実際は、人間がピックアップをして、カメラの前にひよこを置いて、そしたらその置いたことで AI が解析して、例えば、グリーンのランプとかレッドのランプでオスかメスかを表示させるとか、あとブザーで音を鳴らして、鑑別するっていうことで、そうするとインドの、パートの人たちでも知識がなくても簡単にオスメスの鑑別することができるので、ひよこを置くだけの作業ですけれど、そういった形で誰でも簡単に鑑別することができるようになります。卵の生産が多いのは、中国、アメリカ、インド、ただインドはまだまだ、これから伸びしろが多いということと、それから人口が多い国ではインドネシア、それとパキスタンとかそういった国の多くはイスラム教徒で、豚肉が食べれないとか、あとインドの場合だとヒンズー教徒で牛肉が食べれないということで、国民が良質なタンパク質を取らないといけないという時に、生産が非常にコストが安く作れるっていう卵は非常にニーズがあるという形になっています。ドローンを入れたのがですね、2013年ぐらいです。だから日本でもまだほとんどドローンがない時に、ドローンを使ってですね、うちはただドローンを撮影するんじゃなくてリアルタイムに映像を中継するとか、ラフティングの世界選手権とか、そういった時にドローン4台飛ばして、その飛ばしながら、映像を遠隔にパブリックビューイングだとかテレビ局に映像を送出するようなことをしました。で、この分野がこれからですね、人が見るためにっていうのではなく、AI に見せて、AI が分析をするっていうところをやっぱり求められてると思うんですけれど、今の AI はですね、カメラで撮った映像は、車とか物の物体は認識するんですけれど、その距離とか位置を認識する技術ってあまりないです。私たちは今複数のカメラから撮った映像から、その実際にあるものの位置のロケーションを AI を使ってディープラーニングで位置を検出するっていう新しいプロジェクトを今しようとしています。これを実は提案をしていこうと思っているのが競艇のボートなんですね。その競艇のボートを AI を使って位置をトラッキングして位置を取るようなことができれば、そのボートをシミュレーション上で見るとか CG でリアルタイムで見ていったりとか、そういったことができるんじゃないかなと思って、今ちょっと新しいプロジェクトとしては物体の画像認識から位置を推定してそれを CG に起こしていくっていうふうなことを新しく始めようと思って考えています。そうですね、日本の企業の中ではリモートワークの話はあるんだけれど、ある程度の人数が集まったとか、役員会とか株主総会とか、もっと身近なところでは音楽のイベントのコンサートとか、そういったところがもうどんどん中心になるというか、何か新しいやり方を考えなきゃいけない時が来たなと思います。例えばデジタルを使って遠隔でいながらでもライブコンサートを、臨場感があって楽しむことができるには、どういう技術を使っていったらいいのかとか、そういったところはこれから私たちもどんどんやっていきたいですし、スポーツを含めた、観戦の仕方にスポーツを楽しめれるような方法に新しい技術が使えたらなというふうに考えています。私が今、会社をしているところは、四国の香川県の高松市というところにあります。で、もともと私が生まれたのがこの香川で生まれましたので、20年前に帰ってきて、地元でいながら何か新しいことをチャレンジしていこうということで、地方からIT を使ってですね、新しい技術を作ろうというふうな形でやってます。やっぱり投資をしてもらわないといけないような状況が来たんですけれど、なかなか地方では、地方の方に、投資をお願いしても、なかなか評価してもらいにくいというところがありました。でも今回のイノベーションの採択を受けてですね、チャレンジしたということで、地方でも、なるほど、じゃあ国が言ってるんだから、なんか面白い技術に違いないなということで、地元の方からも、関心を持ってもらえるようになってきました。ただやっぱり今、これを、プロトタイプまでは、自力で開発をしていくことができてるんですけれど、実際のマーケティングになると、これは私もあまり馴染みがないインドですね。インドの方で、セールスをやっていくとか、保守をやっていくとか、そういうことをしていかなければいけないと思うと、大変だなと思ってます。ですので、それを理解していただけれるような、投資家さんがいらっしゃったら、それは地方を限らず、日本を限らず、世界で、この事業が、食料問題にも関係して、人の役にも立つ。今までに、なかなかAI を使ってきた開発の中で、農業とか産業に使えるような分野っていうのは少なかったので、興味を持ってですね、投資していただけるような方が見つかればいいなと思ってます。